よ、ナルト。あれ、イルコ先生。そろそろ任務から帰ってくると聞いてな。どうだったんだ、コン。あのさ。ってわけで、ガーラもなんとか元に戻ってさ。ほんと、よかったってばよ。あ、どうしたの？いや、これからは木の葉と砂の関係がより密接になりそうだと思ってな。そうだな。まったく、どんどん大きくなっていくな。さてと、そんじゃイルカ先生、俺行くってばよ。ああ、これからも頑張れよ、ナルト。よし。ナルトか、帰ってきてたのか。なあなあ、なんか新しい任務ってない？お前さっき戻ってきたばかりだろ。休息は取らなくていいのか？休息ならもう十分取ったってばよ。だから今は元気あり余ってんだ。ああ、なんというやつだ。で、で、なんか任務ある？ったく、ちょっと待ってろ。静音に調べさせる。一つだけナルト君でもできる任務がありますね。よし、それは俺がやってやるってばよ。あれ、お前、ナルトか。おお、なんか知ってる匂いが近づいてくると思ったら、やっぱナルトだったか。やっぱキバか。それにヒナタも。そんでお前は。誰だっけ。冗談ならばよした方がいい。なぜなら、それだけでも相手は傷つくからだ。ああ、そのめんどくせえ喋り方は、シノ。なぜ喋り方で判断する？いや、懐かしいな。帰ってきて早々、砂にね。お前も大変だな、いろいろとよ。
まあな。それはそうとだ。お前がここにいるってことは、俺らの相手を引き受けたのは、うん、やっぱな。こりゃちょうどいい機会じゃねえか。お前と俺らがどれくらい強くなったか、バッチリ試せるってわけだ。俺の強さ見てビビんじゃねえぜ、キバ。その…おたおたしてんじゃねえぜ、ひなた。ちゃんとついてこいよ。さあ、思いっきり行くってばよ。本当に強くなってんじゃねえか。うん、正直驚いた。厳しい修行だったからな。弱くなってたら大問題だってばよ。本来ならば第二回戦と行きたいところだが、今回あれ、そうなの？うん、もともと戦術を見直すための出会わせだから。だよ、そういうことだったのか。久々にお前とやり合えて楽しかったぜ。俺もだ。よし、それでは先ほどの反省点を踏まえて戦術の練り直しだ。んじゃ、俺が協力できるのはここまでだな。頑張れよ、3人とも。おん、今度飯でも食いながらゆっくり話でもしようぜ。ああ、砂手のばあちゃんに報告しに行くか。砂隠れのこと聞いたぜ。ずいぶん活躍したらしいじゃねえか。しかも俺はまだ中任試験の仕事が終わんねえのか。なあ、たくやらなきゃならねえ雑務が多くてな、なかなか。頑張ってくれってばよ。完全に人事だよな、お前。おーい、しかまる。ナルト、ジョージじゃねえか。
わけで、俺ってばさっき砂から帰ってきたとこでさ。ほう、大変だったね。相変わらず食ってばかりだな。お前、昔よりで…誰だ？見つかりましたか？ご丁寧に、あれほどの殺気を出して、俺たちを挑発してんのか？お前、何者だ？君が、渦巻ナルト君だね。突然で悪いけど、君の実力を測らせてもらうよ。だと？おいおい、問答無用かよ。長子、ナルトを援護するぞ。なんだってばよ、こいつ。力弱いな、君。誰だってめえ。また会うことになるよ、ナルト君。名前はその時にでも。あいつ、一体。長次、やっぱりここだったのね。え？ったく。アスマ先生が早く来いって怒ってんよ。ごめん、イノ。なんか変なやつが襲ってきて。変なやつ？変なやつってあれ、ナルトじゃない？いや、変なやつってナルトのことじゃなくて。ナルト、おひさー。もういいよ、長次。この空気がめんどくせえ。へえ、そんなことがね。あいつ、初めて見る顔だった。一体何だってばよ。あ、いたいた。ん？さくら？なんか用でもあるわけ？あんたにじゃないわよ、ナルトに用事。俺に？砂出様から伝言があって、新しい範囲を紹介するから屋敷まで来いって。は？新しい範囲？どういうこと？詳しい話は師匠がするって。とにかく屋敷に行くわよ。分かったってばよ、ナルト。ん？気をつけとけよ、何かきな臭い感じがするぜ。ああ。第2章、二人の再会。ほらほら、さっさと師匠のとこに向かう。あ、分かってるって。
ばあちゃん、新しい範囲ってどういう。ああ、てめえは。どうも。なんだ、もうナルトと知り合ってたのか、サイ。はい。なんでてめえがここにいやがんだ。さっきはごめんよ。これから同じ班の仲間になる人の実力を知っておきたかったんだ。同じ班だと？その通りだ。お前たちとサイはこれから同じ班の者として行動してもらう。なっ。そしてこの新生第7班はヤマトにまとめてもらう。ヤマトって僕がヤマトだ。よろしく頼むよ。ちょっと待ってくれってばよ。カカシ先生はどうしたんだよ。カカシは先の任務での疲労が回復しきっていない。しかし今回の任務はその回復を待つほど余裕がなくてな。だからこうして僕とサイが新しい班員として選ばれたわけさ。そんな。さて話を進めるぞ。今回お前たちにやってもらう任務は偵察、そして捕獲を主とした任務だ。捕獲任務ですか。詳しい話はさくら、お前から説明しろ。はい。以前暁のサソリと交戦した際に、奴のスパイがオロチマルの元にいることが分かりました。そしてそのスパイとサソリが近日中に草隠れの天地橋で連絡を取り合う手はずになっています。なるほど。しかしそれが暁の罠である可能性も考えられますね。確かにな。だがせっかく手に入れたこの情報をみすみす見逃すわけにもいかん。オロチマル、サスケの情報が。うちはサスケか。確か3年前までカカシ班の一員で力を求めオロチマルに下った少年だったな。とにかくだ、お前たちには今から天地橋に向かいスパイを拘束、そして木の葉まで連れ帰ってきてもらう。了解しました。サスケ。へえ、俺ってば別に飯なんか食わなくたって平気だ。ほらよ。なんでだってばよ。なんで俺なんか余計なお世話だ。知るかよ、体が勝手に動いちまったんだよ、バカ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。ナルト。ああ、この任務絶対失敗できねえってばよ。さてこれよりカカシ班は天地橋へと向かう。各自準備が整い次第木の葉の門に集合だ。はい。集まったね。最後、
こいつ誰かに似てると思ってたけど、サスケに少し似ているような気が。そんなにジロジロ見ないでください。ぶん殴りますよ。てめえはいちいちムカつく言い方しやがるな、こら。別に悪気があるわけじゃないよ。こういうキャラ位置を狙っていこうとしているだけだから。こんにゃく、やっぱてめえはダメだ。すっげえムカつくってばよ。おいおい、隊長を前にしていきなりそれはないだろう、ナルト。犯人は信頼とチームワークが大切だってカカシさんにも教わったはずだ。こいつはカカシ班の班員じゃねえからだ。俺たちカカシ班のもう一人の班員はサスケだ。こんなやつ俺は認めねえ。いや、僕もそっちの方が気が楽だ。木の葉を裏切り、弱いくせに力ばかり求めてオロチマルの元へ走った。そんなオロチマルと同じようなゴミ虫野郎と一緒にされたくないからね。てめえ。二人ともそこまでだよ。これ以上の言い争いはなしだ。でもこいつは、まったく、そんな調子じゃ今回の任務は成功しないよ。確かにこの班は即席の班で互いのことを知り尽くしているわけじゃない。でもね、任務は必ず成功させなくてはいけないんだ。目的は4人とも同じなはずだよ。はい。さあ、それじゃ天地橋に向けて出発だ。みんな仲良くね。みんな、ちょっといいかな。目的地に到着する前に一つやっておきたいことがあるんだけど。やっておきたいこと？前にも言った通り、今回の班は結成して間もない上に互いをあまり知らない。だからここは実力を確認するために一つ手合わせをやっておこうと思ってね。手合わせですか？これから二人一組のバディを組んでもらってチームプレーでの模擬戦を行う。チームはナルトとサイのチーム、そして僕とサクラのチームの2つ。ゲイ、よろしく。この手合わせを通して君たちの戦い方を把握させてもらう。チームの連携は任務の成否に関わることだから、3人とも気を抜かないようにね。了解。よし、それじゃ始めるよ。
サイがいなくても勝てるってばよ。どうだ、惜しかったね。ゲレ、ちくしょう。なるほどね、さっきので二人の実力がよくわかったよ。サイ、お前仲間って言葉知ってっか。知ってますが、それが何か。てめえ、なんでもっと援護しなかった。お前の援護があれば。援護があれば隊長を倒すことができましたが、それはどうでしょうね。あの時の君は明らかに冷静さを欠いていた。そんな人に肩入れすれば逆に僕にも危険が及ぶ。んだと？個人能力の低さを人のせいにしないでください。今回の失敗は君自身が招いた結果です。俺はお前なんか仲間として認めねえ。サスケ君ならどうしましたかね。君をかばいながら戦ってくれたでしょうか。君からしたらカカシ班の仲間ですからね。里を裏切り君を傷つけた人を仲間と呼ぶのならね。その仲間を救うためなら何だってやるさ。お前とだって組んでやる。ナルト。さ、手合わせは終わりだ。そろそろ先に進もうか。あ、はい。そろそろ天地境か。よし、ここで休憩を取るよ。それじゃ自己紹介してもらおうか。名前と夢とか、ま、そんなのだ。名は内葉サスケ。嫌いなものならたくさんあるが、好きなものは別にない。それから夢なんて言葉で終わらす気はないが、野望は一族の復興とある男を必ず殺すことだ。気になることがあるんですが。何？なぜ彼はサスケ君のことをあんなにまで。ナルトはサスケ君のことを兄弟みたいに思ってるから。あなたにも大切な人っているでしょ。だったらその気持ち少しはわからない？いや、全く。え？僕にも兄と呼べる人がいたけど、その人が死んだ時、僕は何も感じなかった。それどころか、一体どういう顔を作ればよいのか、それすらわからなかった。それじゃあ、まるで…そう、僕には感情ってものがないんだよ。サイ…ヤマト隊長、休憩はもういいだろ。そうだね。さあ、僕らも行きましょうか。サイ。何です？私、あんたがサスケ君の悪口を言うたびに
殴ってやろうと何度も思った。でもそうしなかったのはナルトがサスケくんを救うためなら、サスケくんをバカにするあんたとでも組むって言ったからよ。あんたがどんなやつだろうと、サスケくんを救うためならあんたを傷つけるわけにはいかないから。さくらさん、君はナルトくんに、優しいっていうのかな、こういうの。どうしてそんな感情が湧いてくるのか僕には分かりませんが。何やってんだよ、早く行こうぜ、さくらちゃん。天地橋。さて、ここからが任務本番だ。みんな準備。よし。よし。それじゃあナルトたちは物陰に隠れていてくれ。まずは僕がサソリに変化して情報を引き出してみる。緊急の際は僕が合図を送るから、その時は一斉に出てきて援護を頼む。わかりました。そろそろか。お久しぶりです、サソリ様。こいつは5年ぶりですね。薬師カブト、こいつが暁のスパイだったのか。尾行は大丈夫です。ただあまり時間をかけるわけにはいきませんが。では手短に聞こう。オロチマルのアジトの場所とウチハ・サスケの情報をくれ。アジトはいくつもあって、居場所がバレぬよう一定期間ごとに各所を転々と移動しています。今はここから北にあるアジトに潜伏していて、そこにウチハ・サスケもいます。そうか。では次は僕がいただく番ですね。すぐに例のものを渡してください。僕もこれ以上ゆっくりはしていられません。あなたとこうしていることがオロチマルにバレたら、僕は消されてしまう。分かった。限界だな。もうここら辺でやるしかない。オロチマル、その装束懐かしいわね、サソリ。兜をつけてきたのか。なに、少し礼を言おうと思ってね。あなたが送り込んでくれたその子、すごく重宝したわ。まずいな、これ以上は迂闊な行動はできない。僕がオロチマルを引きつけます。サソリ様はその援護。兜がオロチマルを引きつけている間に一度距離を取るか。バカな、バレていたのか。最初からバレバレなんだよ。どういうことだ、カブト。お前は暁のスパイのはず。僕がいつまでもあいつのスパイでいるとでも。オロチマルの術に落ちたか。いや違うな、僕はただオロチマル様のお考えに共感しただけさ。己の意志だ。さて、そろそろ後ろにいる子ネズミ3匹ここへ呼んだらどう。すべてお見通しってわけか。また君か。幾度か見た顔ね。九尾の子もいるみたいだし。
返せ。返せはないだろ、ナルト君。ずれてるよ、それ。サスケ君は望んで我々の元へ来たんだ。引きずりすぎだよ。男のくせに未練たらしいね。てめえ。サスケ君のことが知りたいなら、力ずくで私から聞き出してみなさい。できればだけど。待ち上がれ、ナルト。おっと、ここから先へは行かせないよ。カブト、あんた。オロチマル様はナルト君と遊びたがっている。邪魔をしたらすぐに消される。いや、ちょっと違うか。あの二人の戦いに僕らが入り込む隙なんてないというのが正しいね。来たわね。憎いかしら、この私。オロチマル、なんでだよ。なんでそんな風になっちまったんだ、お前。俺には俺の道がある。俺はオロチマルのところへ。そうじゃな。少し遊んであげるわ。サスケを返しやがれ。遊びは終わりよ。これでどう？その程度、私のサスケ君以下ね。俺の前で自分のものみてえにサスケの名を口にすんじゃねえ。この子は。
遊びはここまで。我慢よ。私にはサスケくんがいる。決着がついたようだね。え？早々にオロチマル様と合流しなければ。カブト！サクラ、カブトは後だ。今はナルトの元に向かうよ。どういうことです？どうやら最悪の展開になっているようだ。そろそろか。you
ナルトはこの先だな。急がなくては。いないんです、どこにも。サイ、ついに動き出したか。だけど今はそれどころじゃない。これは ナルトなの。やっぱり予想通りだ。キュービの封印が解けかかってる。ナルト、あんた一体どうしちゃったのよ。サクラ、慌てるな。でもナルトが。大丈夫だ、こういう時のために僕が。僕ならナルトを元通りにできるってことさ。ヤマト隊長が。とにかくナルトを抑えないと。援護を頼む。戦闘開始。分身の術。任せて。分身の術。分身の術。お待たせ。待たせて。放火傷。分身の術。お待たせ。放火傷。分身の。なんとかここまで抑えることが。動きが止まった。よし、今だ。火影式自陣術、各案に転生し。なんとかなったか。ナルトは大丈夫なんですか。ああ、なんとかキュービのチャクラを抑え込むことができたよ。抑え込むって一体どうやって。僕はオロチマルの実験体だった頃があってね、そこで初代様の細胞を埋め込まれたんだ。ヤマト隊長が初代様の細胞を。初代様は美獣を意のままに操ることができた。だからその能力を受け継いだ僕は、今回のようにナルトの力を沈めることができるんだよ。そうだったんですか。あの、サイのことなんですけど。サイのことはもうわかってる。え？ま、そのことは後で説明するよ。そろそろナルトも目を覚ます頃。ナルト！あれ、サクラちゃん。俺ってば、なんで。よかった。ご無事なようで何よりです。
なかなか楽しい遊びだったわ。これからどうします？一度アジトに戻るわ。ん？私に何か用かしら。君はナルト君と一緒にいた。はじめに言っておきます。僕は敵ではありません。僕はとある方の指示によりあなたと交渉しに来ました。何を言うかと思えばその話。何を根拠に信じればいい？それは。火影直轄の暗部、その構成員のリストです。そんな超機密書類まで持ち出してくるとはね。いいわ。信じてあげましょう。どうも。私と交渉したいとか言ってたわ。はい。ここで話もなんだからアジトで聞くことにするわ。ついてきなさい。やはりな。ああ、前々からサイの行動は不審な点が多くてね。だから僕の分身隊を見張りにつけていたんだが、どうやらサイはオロチマルと組み、彼らのアジトに向けて出発したようだ。あいつ、一体何考えてんだってばよ。見張っている限り、サイは個人的な理由で動いているようではなかった。じゃあ、なんで？これはまだ推測の域を出ないが、サイには五代目とは別の主がいて、僕らとは別の命を受け行動していた。そしてサイの主とオロチマルの目的と利害は一致すると考えれば。でもオロチマルと組んでまで一体何をしようとしてんだってばよ。おそらく第二の木の葉崩し。そんな。何にしてもこのままサイを放っておくのは危険だ。僕たちもすぐに彼らを追うよ。わっす。オロチマルがいる。わかった。さあ、準備はいいかい？はい。やってやるってばよ。ここがオロチマルのアジト。この先どんな仕掛けがあるかわからない。今まで以上に慎重に行くよ。よし。ここまで来ましたか。サイ、てめえなんでこの葉を裏切った。へえ、よく僕が裏切ったことを知ってましたね。そこまで感づいているのなら僕の目的も大体わかっているのでは。まあね、今回の件は君の独断ではない。
他の主の思惑なんだろう。そしてその主は第二の木の葉崩しを企んでいる。さすがですね。その通りです。僕たちは今の木の葉を潰し、その上で新しい木の葉を築く。サイ、あなたはそんなことに手を貸して何とも思わないの？別に。だってそれが僕の任務だしね。てめえ。さて、話はこれくらいでいいでしょう。オロチマルの命により君たちをこの先へ進ませるわけにはいかない。この先にはサスケ君がいるからね。サスケ君が？悪いけど、君たちにはここで消えてもらう。この先にサスケへ続く道がある。サイ、お前がそれを邪魔するっつうんなら容赦しねえ。ちんたらしてられねえんだ。この先にあいつが待ってんならなおさらだ。こじ開けてやる。ナルト、ヤマト隊長とサクラちゃんは手を出さないでくれ。ここは俺がやる。待て、こっちは3人いるんだ。確実に進むなら協力して。ヤマト隊長、ここはナルトにやらせてください。きっとナルトは戦いを通してサイにいろいろ伝えたいんだと思います。しかし、お願いします。そんなに悠長に待ってやれないよ。劣勢だと思ったらすぐに割り込ませてもらう。ああ、行くぜ、サイ。戦闘開始。行くぜ、行くぜ。はっ、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 行くぜ。はっ、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 おせんしおせんしなぜこんな力が。前の手合わせでは君はこれほど。言っただろ、サスケへの道を邪魔する奴は容赦しないってな。俺はつながりを守るためならいくらでもあがいてみせるってばよ。そんなものが君の力になっているとでも言うのか。あとはサスケだ。無駄だと思うよ。何？僕はここに連れられた時サスケ君に会った。え？でも彼は君たちのことは何とも思ってないと言っていた。君はサスケ君のことを兄弟のように思っているとさくらさんから聞いたけど。おやおや、あっけなく負けたもんだね、薬師カブト。でも裏切ったわけじゃなさそうだから許してあげるか。てめえ。何を睨んでんだか。僕を睨んだところで何も解決しないよ。うるせえ。お前たちがサスケに目をつけなきゃあいつがこんなとこに来ることはなかった。やれよ、それは責任転嫁ってやつだ。結局のところ彼はここに来ていたさ。イタチを倒す力を手に入れるために、その身を闇に染めるためにね。僕たちはそのきっかけを与えたに過ぎない。彼は自分で選んだのさ。まだそんなことも理解できないのか。君は昔から頭が悪いね。なんだと？サスケを返せ。
返せはないだろう、ナルト君。ずれてるよ、それ。サスケ君は望んで我々の元へ来たんだ。引きずりすぎだよ。さて、くだらない話はこれくらいにして、そろそろサイを返してもらうとする。させるかよ！ナルト君、僕とやる気のようだけど。けどね、さっきの戦闘で消耗した君が、この僕に勝てると思ってるのか？何寝ぼけたこと言ってんのよ。ん？あんたの相手はナルトじゃない。この私を。サクラちゃん。あんたは許さない。はあ、今更君が出てきたところでどうにもならないよ。それは逆だ。お前こそサクラと僕を相手にどうにかなると思っているのか。ヤマタ隊長、ここは二人で叩くよ。サクラ、時間をかけると他の邪魔も入りかねない。じゃあ俺も。いや、ナルトはサイを見張っていてくれ。ここはさっき戦ってない僕らの出番だ。でも大丈夫。あんなやつに、あんなやつなんかに絶対負けないから。あまり女性に手を挙げたくないが、聞き分けのない子なら仕方ない。少し痛い目を見てもらおうか。やってみろ。戦闘開始。特別に。まさかここまでやるとは。これ以上俺たちの邪魔すんじゃねえ。邪魔ねえ。いやいや、君を見てると心底哀れに思えるよ。んだと？人は変わる。サスケ君はもう昔のサスケ君じゃないんだよ。夢や理想だけ追い求めてもどうにもならないことがある。サスケ君には君の声は届かない。そして君の元へは戻らない。絶対にね。ふん、誰が何と言おうと、あいつは俺の友達だ。やっとできたつながりだ。俺はそれを守る。それだけだ。やはり君は頭が悪い。つながり？それが、そんなものあったって。つながりがあれば必ず彼を連れ戻すことができる。うん、そうなんだね、ナルト君。ああ。サイ、君は何を言っているんだ？ナルト君とサクラさんが必死にサスケ君を追うのは理由がある。サスケ君とのつながりを切るまいと、つなぎ止めておこうと必死になってる。僕にはそれがはっきりとはわからない。でも僕は二人が手繰り寄せようとしているつながりってのを確かめてみたい。サイ、だからこれ以上の邪魔はさせない。結局君もそっち側の人間だったか。何かと使えそうだと思ってたけど、
どうやら思い違いだったようだね。まあいい。どちらにせよ結果は見えている。せいぜいサスケ君に無駄な説得をやってみることだね。逃げたか。ナルト、さっきのカブトの言葉だけど、あいつが何言おうが俺たちのやることは変わらねえ。サスケを連れ戻す。うん。それにしてもサイ、お前なぜ僕がこの選択をしたのか本当はよくわからない。でも君たちといれば何かがわかる。そう。そっか。よし、ヤマト隊長、あとはサスケを連れ戻すだけだってばよ。ああ、それじゃ第7班行動再開だ。わっ、はい。この先にサスケ君がいるはずだよ。この先に。よし、行くってばよ、みんな。ナルト、それにサクラか。その声は。やっと見つけたってばよ、サスケ。サスケくん、こんなところにまで一体何の用だ。お前を連れ戻しに来た。悪いが君に拒否権はない。無理やりにでも連れ戻させてもらう。カカシの姿が見えないと思ったら、そうか、お前がカカシの代わり、そしてお前が俺の穴埋めか。ナルト君たちと君の間にあるつながり、それを確かめさせてもらうよ。つながりか。相変わらず考えがぬるいな、お前たちは。何？いくつものつながりは己を惑わせ、最も強い願い、大切な思いを弱くする。俺にあるのは兄への憎しみというつながりだけだ。お前たちとのつながりは3年前のあの日に断ち切った。つながりを断ち切っただと？バカなこと言ってんじゃねえってばよ。お前がいくら否定してもな、俺はお前とのつながりを感じてる。ずっと切れずに3年前から今この時も、俺とお前はつながってんだ。俺たちのつながりは、やっとできたお前とのつながりは、そう簡単に断ち切れるもんじゃねえ。そうなら仕方ないな。今度こそ完全に断ち切っておくか、ナルト君。ああ、こうなったら力ずくだってばよ。お前は俺に傷一つつけることはできない。出てこい。
案外やるな。だが遊びはここまでだ。あの余裕、あいつ本気じゃなかったのか。お前たちはここで消えろ。その術はやめておきなさい、サスケ君。
なぜ止める？なに、この子たちには一人でも多く暁を始末しておいてもらおうと思ってね。他の暁に邪魔されると君の復讐もうまくいかなくなるでしょ。情けない理由だな。利用できるものは利用する。それで復讐の可能性が 1% でも上がれば儲けものだろ。さあそろそろ次のアジトに移動するわよ。待てってばよ、サスケ。ナルト君、さっきも言ったけど、もう君の声は届かないんだよ。サスケ。サスケ。残念だったわね、ナルト君。では。また止められなかった。俺は弱え。君の言うつながりはこの程度のものだったんですか？ナルト君、君はさっきサスケ君にこう言ってたよね。いくら否定してもつながりを感じてる、ずっと切れずにつながってるって。そこまで強いつながりがこれでもう切れたって君は思ってるんですか？サイ、そんなことね。だったらまだ大丈夫だよね。え、まだサスケ君を連れ戻すことができる。それに今度は僕もいるし、二人より三人の方がいいよね。サイ、ありがとう。ここからだな。そうか、サスケはダメだったか。で、俺たちは諦めねえ。任務は失敗のはずだが、こいつらの瞳と来たらどうだ。その瞳に力がある限り、お前たちは何事にもくじけず挑み続けるのだろうな。頼もしい奴らだ。いいだろう。ならばこれより先もお前たちは第7班として新たな任務についてもらう。次の任務に関しては追って連絡する。それまでは各自待機しておけ。わかりました。期待しているぞ。わっ、この頃イルカ先生におごってもらってばっかだな。ま、お前も頑張ってるようだからな、俺からの褒美だよ。おお、だったらこのまま頑張り続けたらこれからもずっとおごってもらえるってこと？おいおい、俺の財布も気にしてくれよ。さてと、それじゃあ俺はアカデミーに戻るとするか。お前は？これからさくらちゃんたちと待ち合わせだってばよ。
また任務か。大変だな。頑張れよ。おっす。